正直言いまして、今私ども規制庁、規制委員会、規制庁の今の力量から言うと、高速増殖炉、いわゆる文字の安全基準まで十分に議論しているというのは今余裕がありませんので、まあ、いずれやらなきゃいけないと思いますけれども、ぜひそういう点で当事者として中に十分な能力を持った方もいるはずなんで、特に今度新しく赴任される斉藤さんなんかは、その FBR の我が国の第一人者とも言っていいような安全面でもそうですし、そういう方ですので、ぜひそういう意味でのリーダーシップを取っていただきたいと、これをまず私の方からお願いしたいと思います。よろしくお願いします。いろいろ貴重なご指摘ありがとうございます。一番最初に言われました、いわば規制委員会に共感いただいている部分について、一般その文字のような事業との間できちんとすみ分けができるかということでありますが、まあ、これにつきましては我々として、ここで具体的にどうするというご説明をする、そういう意図はございませんけれども、大原則としてその規制委員会から例えば委託をされる自宅研究等につきましては、完璧なファイアウォールを設けて、他の部分、いわば一般事業との間の曖昧な意識があるようなことはしないように しようと思います。これは当然研究でありますので、専門の人をどう配置するかというのは非常に難しい問題があると思うんですけど、まあ、その点につきまして、その同じ人が両方の仕事をするというようなことは、これはなるべく避けるべきだと思うんですけど、非常に特殊なその専門分野になりますと、それは当然両方の仕事をやらないといけないことがあるかもしれませんが、その時においてもいかにそこをきちんと分けるかということについては十分配慮したいと思います。この点につきましては、先般別件でアメリカの NRC へ行った時に、その点 NRC がどういうふうにしているかと伺ったんですが、 NRC においてもその点については一周ファイアーモールを工夫して、そして契約等の時にそれをきちんと明らかにするという、そういうシステムを取っているという、まあ、それでやっていく。で、研究機関を安全専門のために作るというのはひどく難しくて、アメリカでもそういうことはできないので、やはりそこはよく知恵を働かせてやらなくちゃいけないということを聞きまして、私も当然そうだと思いますので、そのようにやりたいと思います。それから、まあ、日本の中での原子力研究開発機構の役割でございますが、これはまさに先ほど私自身も申しましたし、委員長からのご指摘もありますが、研究開発機構というのは少なくとも将来を見たときに、その原子力なら原子力の分野で将来どういうことが重要な課題になるかということを、どのセクターよりも前もってそれを見つけて、それについて対応するようにしておかないといけない、これが本来だと思います。まあ、それをすぐすぐできるというのはなかなか今いきませんけど、方針といいますか、大きな遠くの方向としてはそれをかなり重要なものとして置いておきたいと思います。そして最後の文字の問題でありますが、これはまさに私は高速炉の専門家ではありませんので、それを的確に申し上げることは必ずしも適切ではないと思いますけれども、少なくとも文字の所長の斉藤氏は高速炉に関しては少なくとも日本の中で有数の専門家であると思いますので、彼を中心にして、特に今回の福島事故が示したことは、シビアアクシデントというのは起こり得るものだということを示しているわけでありますから、そのことを念頭に置きながらいかに対応するかという、そういう点で、我々の中で十分な検討をして、文字を再開するときには規制当局の方へお持ちするというふうにしたいと思います。で、それでは他にご意見ありませんでしょうか。はい、副大臣。これはすでに先般文部科学省の田中審議官からご説明をいただいたときに申し上げたことではありますけれども、規制支援のための活動に関しては、今理事長もおっしゃったように、その繰り返し私申し上げているのは、利益相反の問題を生じないような体制と運営を取っていただきたいと、これは強くお願いをしていきたいところだと思います。平成17年10月の日本原子力研究所と核燃料サイクル開発機構との統合以来、この利益相反に対する
懸念というのは、私も所属をしておりましたけれども安全研究センターというところでこれまでその利益相反を避けるための仕組みとそれから、松浦理事長ご自身にも安全研究審議会というところのをまとめていただいたのでもうこれはもう釈迦に説法かもしれませんけどこれまでできてきたことが今後できないということはないと思いますので、これについてはきちんと運営していただきたいと思いますしここに組織図とは書かれていますけれどもこれ人数法務者の人数をここへ書いてみたらですね非常にこの部門の間で大きなばらつきがあるということは承知していて、例えばこの福島研究開発部門についても一体どれだけの人が法務として当たっているか、それから、原子力科学研究部門これは非常に大きな舞台だろうと思いますけれども今後の JEA のが使命を果たしていく上でこれだけの大勢の人たちがいる部門がどういう役割を果たしていくのか今回の改革というのは文字における保全管理の不備でとそれから J-PARC での事故がきっかけとなっているのでご説明いただいた部分において文字が非常に大きな割合を占めてはいますけれども JEA の使命としては福島第一原子力発電所の事故の収束に向ける貢献とそれから今後の日本の原子力利用に伴う安全性の向上安全性の確保に関する役割が極めて大きいと思われますのであまりに文字を動かすことにですね、特化したかのような改革に見えてしまうのは少し残念に思います。今後、福島第一原子力発電所の事故の収束に対して、どれだけ大きな役割を JEA が果たしていくのかその決意のなりさらに具体的な計画というようなものを今後示していただきたいと思います。それからこれはちょっと個人的な感想になりますけれども例えば5ページから6ページにの表現の問題といえばそれまでかもしれませんが事業の合理化であるとか事業部門事業所といって盛んに事業という言葉が出てくるんですが名実ともに JEA は事業団になったのかなという非常に残念な思いがいたします。私はJEA のまだ JEA の職員であったとしたらまずこの点にもう最初に反発をいたします。研究は事業とは性格を意味するもの性格の異なるものであって研究開発を事業と捉えて経営をされるのは私はふさわしくないと思っております。以上です。はい、今いろいろいただきましたご指摘は十分検討させていただきたいと思います。一つのご指摘でその福島のウェイトそれから原子力研究のウェイトでありますがこれは福島は非常に急速に立ち上がりましたので兼務が相当多いことは事実であります。しかしこれはどんどん整理していきますと大体福島にどれだけのウェイトをどう注がないといけないかはこのしばらくの間にかなり明確になると思いますのでその中で処理したいと思います。それから文書に関してですが少なくともまず当面はきちんとしたスタイルで動くようにしないとどうにもならない。動くというのはその運営管理のスタイルがちゃんと成り立つようにしないといけない。運転再開は別としましてそれ以前の準備としてきちんとしたものにしないといけない、その時のための今配置でありましてこれはそれが出来上がりました時にはまさに最も実効性の高い合理的なスタイルにすることになると思います。からその最後の事業という言葉の意味でありますがこれはお金儲けのためのビジネスとして事業というふうに考えられます。まさにそれは研究開発機構の使命とは全く違うと私も認識しております。しかしワークという意味で事業というのを捉えるとそれは私はそれでいいんだと思います。しかしこれはその事業という言葉以外にそういう研究所としてのワークにふさわしい言葉があればそれはそれに変えてもいいんですが私は少なくとも研究開発機構は利益を上げる集団だとは思っておりません。どこまでも技術的科学的な知見を引っ張り出してそれを体系化するそういう仕事をするところだと思っております。したがってそういう事業を利益を上げるための言葉だというふうに我々が使っているとはお考えいただかないようにお願いしたいと思います。はい、その他ございませんでしょうか。はい、大島委員。
ご説明ありがとうございます。私の方から3点申し上げたいと思います。まず第一点は、福島の第一原発事故もあり、それ以外にもいろいろ不祥事等があり、文殊の件もありました。そういうことで、国民の原子力利用あるいはその原子力の安全確保に対するその信頼というものが大きく揺らいでいるというのが現実だろうと思います。そういう中で、日本人は忍耐心の強い国民だと思いますけれども、国民の忍耐心もだんだん切れ始めているような気配も私はあるんじゃないかと感じますけれども、いずれにしましてもですね、そういう